さあ今回もモノクロ縛りで近所をスナップしていきましょう。カメラは GR3 です。ここは旧江戸川の川沿いですね。結構ね、いい雰囲気なんですよね。さあモノクロなので光と影を探しながら歩いていきます。この辺はもう普段見慣れた景色なので、普通にね写真撮ってるとなかなか新しいものは見つけづらいんですけど、今回はモノクロ縛りということで、モノクロの目で被写体を探していきます。といったそばからあれですが、見慣れないものが置いてありますね。このブルーシートに包まれたものは何ですかね。これは何だろう。なぜか椅子とテーブルがビニールシートに包まれてますね。しかもその上にはなんか鳥の巣箱のような、これも椅子なのかな、なんか箱が置いてありますね。こんなね、何でもないというか何のこっちゃわからないものもスナップではいい被写体になるので、こういうところが楽しいですよね。しかもモノクロだとテクスチャーとかがやっぱり強調されるので、このビニールシートのねちょっとビリビリに破れたところとか、あと表面のちょっとしたシワなんかもいい光のアクセントになってくれますよね。ちょっとここは面白いので他にもいろいろ撮っていきましょう。まずはこの青いビニールの質感をもうちょっと寄って撮ってみますね。いいですね。しっかりこう右上からの光で陰影が出てるので、質感もものすごく精細に感じますね。こういうまあ質感ものって僕は好きなんですけど、見てる人はねどうなんですかね、こういうのって。あとあの真ん中辺の破れてるところからちょっと椅子の角が出てるんですけど、あの辺がまたいいですよね。あの辺もうちょっと寄って撮った写真もあったらよかったかもしれないです。さあまだまだ撮っていきますよ。今度はこの上に乗ってるこの巣箱みたいなやつ、これももちろん撮っていきましょう。はい、まあこの巣箱を撮るにあた、巣箱なのかな、これを撮るにあたって、その設定がハイコントラストなモノクロなので、この光の当たってる右側の面、穴の開いてる面がすごくくっきり出るんですよね。なのでそのくっきり出た面をしっかり目立たせるために、この背景の暗いコンクリートの壁ですね、その中にこの箱が収まるような、そういうポジションをとって構図を作った感じですね。さあまだ何か撮れるものはないかよく観察します。こうやっていろいろ周りから撮ってはいますが、もちろんボツカットもいくつかはあります。さあ今度はですね、このブルーシートの中にあるものが落ちていたのでそれを撮ってますね。はい、なぜかねチーバくんの内輪が落ちていました。心なしかチーバくんの顔も寂しげに見えますね。さあ結構粘りましたが、そろそろここは離れましょう。このヒラヒラしてる何か、これも撮りましょうか。影がいい感じで出てますね。ここはちょっと影にしっかり寄って
もうこれが何かは分かんないぐらいまで塗っちゃいましょうか。はい、これはもう質感と陰影でドンっていう感じですね。こうヒラヒラしてて影がどんどん動いていくので、まあ何枚か連続で撮って一番見栄えがいいものをチョイスした感じですね。ハイコントラストなモノクロだとこういう結構抽象的な絵も作れたりするので、普段こう具体的なものを撮ることが多い僕としては、こうやって縛ることで普段とは違う目を持てたりするのですごく楽しいですね。さあ今度はこのボロボロのリアカーを撮っていきます。このリアカーの横の部分の板がボロボロになっていたので、そこのなんていうんですかね、この割れた部分のギザギザを狙ってます。このギザギザした部分を強調するために、もうあえて後ろに太陽を入れ込んでしまって、そうするともう度逆光の状態になるので、ハイコントラストな設定だとほとんどこうリアカーの部分には階調が残らないんですよね。ただ逆にそうすることによってこのギザギザした輪郭が強調されるので、今回はあえてそうした感じですね。これも比較的抽象的な絵ですよね。このリアカーもかなりいい被写体なので、もうちょっと粘りたいですね。他にもいい感じの箇所がないかとしっかりと観察していきます。このタイヤの部分もいい光が来てて質感が出てるので撮りたいですね。こんな感じでタイヤの陰影と質感にしっかりフォーカスして撮ってみました。今度はこの鉄の部分の錆もいいですね。はい、この質感と陰影気持ちいいですね。後ろのタイヤのスポークの部分ですかね、あそこがまたこう複雑な放射状に広がっていて、それがまたアクセントになっていていいですね。さあまだまだ粘りますよ。今度はこのタイヤが出てる部分ですね、ここも取っていきましょう。ちょうど文字が入っていて、そこにもまた綺麗な陰影が出てるので、そこに注目していきます。いいですね、かっこいいですね。文字の部分ももちろんかっこいいですし、このタイヤとスポークがつながってる部分がちょっとだけ盛り上がっててちょっとテカリが出てるんですよね。そこがまたかっこいいですよね。でこれどのくらい伝わるんですかね。僕はここすごい気持ちいいな、かっこいいなって思うんですけど、でも比較的男性だったらこういう質感ものとかこの造形美みたいなところって割と共感してもらえるんですかね。ロボットとか工場とかそういうのが好きなのと結構似てますよね。ちなみに構図的に言うと、この後ろの道の奥行きだとか、あとはその向こう側のタイヤも少しだけ分かるように入れてあげてるっていうのはちゃんと意識して作ってます。さあ今回はこんなところですかね。ほんとね、まだ写真撮り始めてから100メートル200メートルぐらいしか歩いてないと思うんですけど、こうモノクロ縛りで視点が変わることによっていろんな新しいものが見えてきているので、ああものすごい楽しいなと思いながら歩いてます。次回もね、引き続きこんな感じでやっていきますので、またお楽しみにしていてください。
それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。失礼いたします。